こんにちは。オートデスクラーニングパートナースペシャルサポーターのキチです。今回の動画は生活に役立つものシリーズ第2弾ということで、靴べらを作っていきます。実はもうここにプリントしてあるんですけど、この普通の靴べら、長い靴べらじゃなくて、今回はちっちゃなポータブルの靴べらを作っていきます。これ実はどうやって使うかというと、じゃん、こういう風にスニーカーのこのかかとの部分に刺して使うものになります。よくこのかかとの部分って潰れちゃったりしてこう寝ちゃうと思うんですけど、そこに刺してこう起き上がらせることによって靴が履きやすくなるようになるプロダクトを作っていきたいと思います。今回は Fusion360 のサーフェス機能というものを使ってモデリングしていくので、ぜひこの機会にサーフェス機能を習得していってください。それでは Fusion360 の画面へどうぞ。まずはスケッチでメインとなる曲線を描いていきます。今回はスプラインのスプライン制御点を使っていきます。スプライン制御点は押してみると分かるんですけど、スプラインを描くときにこのように外側に制御点が出現します。この制御点を動かすことによって曲線を操っていきます。なので細かく曲線を調節していきたいときは、普段スプライン制御点を私は使っています。持ち手の部分が握りやすいように先端の方を少し上げてみました。続いてスケッチを終了したら、この曲線に面を貼っていくんですけど、今は縦軸の方にスケッチを描いたので、今度は底面の方にスケッチを描いていきます。先ほどの線とつながるようにスケッチを描いていきます。3点支点の円弧の曲線を描きました。はい、これでスケッチがつながっている状態になりました。この3次元でつながっているスケッチをサーフェススイープでつないでいきます。プロファイルで底面を選択してパスを押すと、底面に書いたプロファイルがパスに沿って作成されます。これで1枚のサーフェスになりました。今は厚さ 0mm のサーフェスができた状態です。これにスケッチを投影して切り抜いていきます。今はただの横から見ると長方形の形をしているので、スケッチによってもっと持ちやすくて、でさらに角張ってないような形で切り抜いていきます。後からスケッチは調節できるので、この時は、適当に当たりをつける感じでスケッチを描いていってください。スケッチを描いたらミラーで反転させていきます。スケッチコマンドの修正からミラーを選択して、スケッチ中心線で Y 軸を選択します。はい、そうすると反転しました。スケッチの点を触ることで細かい調整はしていきます。今ちょっとスケッチを描いてみたんですけど、投影するには先ほど描いたサーフェスとスケッチが下の方がかぶってしまってますよね。このスケッチをなので少し前に出してあげます。構築平面から平面を選択して少し前に出してあげます。はい、そして履歴を遡ります。今作った構築平面を先ほどのスケッチより前に構築したことにして、で後ろに下げました。そして一番前にあるスケッチを、スケッチ平面を再定義、こうして先ほど作った平面を選択します。そうすることでスケッチが前に移動しました。続いて先ほど描いたスケッチをプレスプルで押し出していきます。スケッチをプレスプルすると
サーフェスとスケッチが重なっているところが表示されています。少し今スケッチの方が高さが高いので、もう一度履歴を戻ってスケッチの高さを下げていきます。ダブルクリックしてスケッチに戻りました。上辺を選択して高さを下げます。これで履歴を戻っているので、スケッチを完了するとそのまま交差が反映されます。はい、完成しました。続いてサーフェスに厚みをつけていきます。作成厚みから厚みを2ミリつけていきます。3ミリぐらいかな。まあちょっとここは合成がどのぐらい出るかわからないんですけど、今回は3ミリにしてみました。はい、これで立体になったと思います。これでも靴べらとして使えると思います。今回はこの普通の靴べらじゃなくて、そのかかとの部分をクリップできるようにするために、もう一つクリップする部分をモデリングしていきたいと思います。履歴バーから一番最初のスケッチに戻ります。はい、この曲線を描いたところですね。ここにまた曲線を付け足していこうと思います。スプライン制御点を押して、この先ほど描いたスケッチ曲線の根元からスケッチを足していきます。これも後からグネグネ操作できるので適当に描いていきます。はい、押せました。そしたらこの制御点ですね、制御点でいい感じの形に整えていきます。クリップなので途中くぼみはあった方がホールド力は高まると思います。はい、続いてこちらもこの最初に描いたスケッチと同様に底面に円弧を描いてパスでスイープさせていきたいと思います。最初のスケッチに戻って、この使ったスケッチを複製していきます。これは修正からコピーを押してこのように移動させていきます。このコマンドの中にね、点から点へ移動っていうのがあるので、それを使ってきっちり移動させていきます。右のやつですね、縦軸とこの円弧の点を合わせて、はい、このような感じで線がつながりました。今表示されてないです。はい、このような感じですね。先ほどと一緒だと思います。3次元のこの線同士をサーフェスのスイープ機能でつないでいきます。パスを選択して同様につなぎます。さらにこちらに厚みを加えていきます。こちらで完成しました。あとは今ちょっと突き出しちゃってる部分、貫通しちゃってる部分とかを消していけば完成です。出ているところは選択して消去、デリートをしていけば消していけます。はい、こんな感じで完成しました。あとは出力してみたいと思います。はい、ということで出力が完成しました。今回はちょっとリペアとして2つ出力してみたんですけど、このポイントは部品がですね、靴を挟む時にこの曲線の部品が取れやすいかなと思ったので後ろに補強をつけときました。こうすることによって大きめに開いてもこのパーツが割れづらいかなと思います。あとやっぱりサーフェスを使ってモデリングをしたので造形としてすごくいいと思います。あとやっぱり手に持つものなので最後の部分を跳ね上げることによって持ちやすさが生まれたかなというふうに思います。持ち方としてはこう、これから履きやすいかどうかを試してみたいと思います。
はい、ということで今回は生活に役立つものシリーズ作ってみました。 3D プリンターがあるとこういう日常のちょっとしたこれあったらいいなみたいなものを実現できるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。今回の靴べらに関してはまあ少しねやっぱり改良の余地もあると思うんですけど、こういうちっちゃいものだったらすぐに作れてどんどんいっぱい改良していけるので、皆さんもぜひモデリングしてプリントしてみてブラッシュアップするみたいなのをやってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは毎週水曜日 3D CAD、3D プリント技術を使った情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。